はい、こんにちは、マイチャンネル前原でございます。はい、今日はこちらですね、ベイブレードバーストのインペリアルドラゴン IG ダッシュでございます。はい、こちらですね、2019年11月16日本日発売のベイブレードバーストの最新作なんですけれども、また来たね、電動ドライバーです。また電動です。しかもね、アタック系の電動ドライバーで右回転したり左回転するとかいう、ちょっとね、新時代、まさに本当に新時代に突入したなって感じしますね。それと、このレイヤー、なんとですね、進化型みたいなんで楽しみですね。じゃあ早速開けていきましょう。パカッシュポンポン。はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがインペリアルドラゴンのイグニッションダッシュでございますね。まずこのインペリアルドラゴンなんだけれども、楕円の形してますね。ガチンコチップを外すとベースとウェイトが一体型になっております。ただこの金の部分がメタルじゃないんだよね。ちょっとプラスチックなんですよね。だから今回そんなに重くないですね。ウェイトと一体型になってるって言っていいのかが微妙なところですね。ただ金塗装、そして赤い塗装、めっちゃかっこいいね、この辺ね。このインペリアルベース、なんと進化型なんだって。バトルを繰り返していくとこのゴールドの歯が出てくるんだって。しかもバウンド刃になるらしいんですね。でさらにバトルを繰り返すとこのオレンジ色のこのラバー刃まで出てくるんだって。でね、今ね、手でね、強引に出せないかやってみたんだけど出てこないですね、これ本当に。だからバトル繰り返さなきゃいけないんだね、これ全然出てこないですね。はい、そしてドライバーがイグニッションダッシュでございますね。これはディスクとドライバーが一体型になっているものです。で形状的にはこのハイブリッドドライバーと全く一緒ですね。一緒なんだけれども、軸先がちょっとアタックタイプになっているのと、先ほども言ったんですけれども、シュート回転時に回転が急に逆になるみたいですね。でしかもデフォルトでダッシュなので、強化バネが採用されております。じゃあセットしてみよう。おおでかで、イグニッションドライバーですね、なんと左右両回転対応でございますね。じゃあ早速いつものアングルでシュートしていきましょう。はい、では早速インペリアルドラゴンシュートしていきたいなと思います。じゃあまずドライバーの電源をオンにして、ゴーシュッ。さあ、ここまでは普通ですね。こっから回転がこう来た、途中から逆回転になるはず。あれ、このイグニッションドライバーなんですけど、電池がね、接触不良だったのか分かんないけど、一回抜いて差し直したら電源入るようになりました。うん、入ってるよね。 OKOK。 で電池の入れ替えはね、この付属していたツール使ってやればできますんでね。ゴーシュッ。さあ、それでまずは回転になっているが、これで変わった。おー、回転方向変わりました。すごいね、すごいね。はい、じゃあ早速バトルしていきましょう。ノックアウトオーディゼニスアルティメットリブートダッシュゲンですね。3、2、1、ゴーシュッ。さあ、いけ。さあ、バトルだ、バトル。おお、こういきなり押し出した。ゴーシュッ。さあさあ、お互いアタックだよ、お互いアタック。そして電動対アルティメットリブート、さあどうだ。あ、電動が、おっと、あー、おー、ヘリエットドロ、おっと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 、ここから回り出すのかマジか、すごい。ゴーシュッ。さあ来た。さあ、おー、またー、やっぱりね、大きさが違うからね。はい、じゃあ続いてこちらでいきます。レガリアジェネシスハイブリッドでいきますね。さあ、電動対電動、3、2、1、ゴーシュッ。さあ、ゴーシュッ。さあ、電動対電動です。さあ、回転逆になった。で、追いつかない。さあ、どうなる、どうなる。さあ、電動対電動、おっと、インピネルドラゴンでした。ゴーシュッ。ゴーシュッ。さあ、さあ、さあ、おー、いいね、いいね。さあ、こっから電動、電動回転、電動回転、お互い電動回転だけど、お、インピネルドラゴン。ゴーシュッ。ゴーシュッ。おーっと、バーストフィニッシュ。あ、でもこっちまだ生き続けてる。はい、続いてデッドハデス0バンプエクストリーム出していきます。
3、2、1、ゴーシュランのゴーシュ。あ、来た、暴れん坊のデッド派です。これで回転逆になって、あれ、モーター動いてないぞ、モーター動いて、あ、今動き出した、ゴーシュ、ゴーシュ。あ、来た、デッド派です。暴れん坊のもっと斜めになっているが、こっから回転が逆になるのか。あ、止まった、また止まったぞ。デッド派ですが勝つ、ゴーシュ、ゴーシュ。さあさあさあ、ほら、バーストされた。はい、ということで今回はベイブレードバーストのインペリアルドラゴンイグニッションダッシュで遊んでみたんですが、電池がないのか、それとも初期不良なのか分かんないですけど、今ハイブリッドドライバーのね、電池と入れ替えてみたんだけど動かないんですよね。とりあえず次のバトルまでには電池新しいの買って交換しておきたいと思うんですが、皆さんどうでしたか？同じように止まっちゃうかな、それともこのドライバーの初期不良なのかな。今ね、マイチャンネルのコメント欄が使えないので、Twitter とかで、ね、教えてもらえると大変嬉しいです。ただね、この回転めちゃくちゃ面白いね。途中からこう逆回転に変わるってこのギミックが素晴らしいですね。それで電動ドライバーのおかげでアタック系なのにスタミナもあるしね、すごい面白いペイだなと思いました。あとはこれね、全部完全覚醒させたいなと思います。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか、おっ、インペリアルドラゴン面白いねと思った方は、ぜひ気に入りボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつもんとこん出てますので、ぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。